バックルームに行ける確率1万回中1回、入るのに3年かかる人もいれば1回で成功することも、バックルームで行った場合の探索ガイドも解説、絶対に真似しないように。1、マンホールの上で30分経つ。2、壁を壊さないようになるべく速い速さで壁に向かって走る。3、あなたの手の中のすべての原子がテーブルの原子へ追い出すようにテーブルに手を叩く。4、ソファーから床に向かって頭から飛び降りる。これは稀に起こると言われていますが、科学的根拠はないのでおすすめはしません。5、地面に頭突きをする。6、椅子から落ちる。8、つまずいてテレビに頭をぶつける。9、投げられたボールを取ろうとして落とし穴に落ちる。ちなみに、この方法は結構確率高いです。10、階段から後ろ向きで飛び降りる。11、階段の最後の方の段を踏み外し、頭から落ちる。12、光の速さで壁に触る。ピカピカの実を食べてからやりましょう。13、地面が薄い場所を探し、そのあたりを歩いてみる。14、ヤンキーにわざと喧嘩を打ってパンチを受ける。15、自転車で屋根から飛び降りる。16、レンガの壁に向かって歩く。9と4分の3番線に行く場合があるかもしれません。17、暗い隅に行く。18、手術中に絶叫する。19、狭い場所に行く。20、ジャンプし、その後に隅ででんぐり返しをする。これをやるには多少パルクールをできるようにしときましょう。21、通気口に頭から入る。22、床に頭から突っ込む。23、F74 と腕に書いて眠る。この方法は TikTok がエビデンスなので信憑性が低いかも。24、暗く、ゾッとするような壁に近づく。25、運転している最中に森に突っ込む。26、車検の更新の電話を取る。27、エレベーターに乗っている最中にジャンプして天井に頭をぶつける。この方法をやるときは一度、慣性の法則は無視しましょう。28、バク転をして頭から落ちる。29、シミュレーションを行う。目を閉じてバックルームにいることを想像しましょう。30、なくした片方の靴下を見つける。31、自分がトイレに流される。メインブラックみたいな感じ。32、何も考えない。これが一番いいかも。33、忘れられた森で白いドアを見つける。忘れた森は、バックルームとフロントルーム、どちらにも存在するレベルです。忘れた森は、特定の場所にあるのではなく、移動し続けるので、森に長時間散歩している時のみ、遭遇することがあります。もしあなたが忘れられた森に入ることができたら、白いドアを見つけて、そこに入ってみてください。34、白いドアに入ることを拒み、本を見つける。忘れた森の白いドアに入ることを無視したら、本を見つけることができます。その本を読むことによって、子供時代の記憶が具現化したバックルームレベル18へと導かれます。35、鮮やかな絵を触る。36、自分のトラウマを忘れる。バックルームという新たなトラウマを覚えることになります。37、明晰夢を使う。明晰夢とは夢の中で、これは夢だ、と自覚している夢のことです。38、壁抜け、バグができるまで電子機器を使いながら散歩をする。ダイエットになるのでおすすめ。39、誰かが壁抜け、バグを行うことができたら同じ場所で試す。40、廃墟のような場所を探し、グレーの壁を見る。41、数分にわたって3つの壁を押す。東側の壁を3分、西側の壁を2分、北側の壁を1分押すと壁抜け、バグが行えるそうです。42、低接近磁気曲解システムを使う。低接近磁気曲解システムは別次元の扉が開くものであり、このシステムで壁抜けバグが行えます。43、明かりがブンブンという音を立てているモールのトイレに行き、10分間目を閉じる。44、水たまりの水を飲む。45、バックルームに行けそうな自信のある壁で壁抜けバグを試みる。46、普段の扉を、向こうが何もないことを祈りながら開ける。
47、うんこをしながらでも壁抜け、バグするチャンスを待つ。48、ドローンをバックルームに送り込む。ドローンを1500フィートの高さまで飛ばしたら、バックルームに飛んでいくことができるそうです。この方法なら、バックルームに行かずに中を覗けます。49、立て付けの悪い椅子に座る。50、12時間経つ。51、ランダムな場所、建物にある金属製のドアを通り抜ける。52、聖地巡礼。現実世界のバックルームにあるレベルの元ネタの場所に行くと、バックルームに行けます。ただし、ただ、場所に行くだけではなく、バックルームに極めて近い状態にする必要があります。例えば、レベル0に行きたい場合、カーペットを濡らして、部屋落ち生臭くする必要があります。53、塗装がしっかりしてないカラフルな壁に突っ込む。不幸か不幸かバックルームに入ることができたら、まず、最初に行ける場所はレベル0です。または、稀にレベル1や2に行き着くこともあります。バックルームに偶然に入ったら、まずはパニックにならないことです。パニックになってしまうと五感を失い、音を発することによって誰も望まない来客、危険なエンティティを迎えることになります。どのレベルに自分が行き着いたのか、周りに何があるのか、まず確認してください。基本的には、地球に戻ることはできず、下手に出口に急ごうとするより危険なエンティティに遭遇する場合があるので、自分が行き着いた場所に留まるようにし、バックルームが我が家であることを受け入れましょう。ただ、幸運なことに当チャンネルではバックルーム最短脱出ルートをご紹介しているので、こちらの動画で予習しておけば安全に脱出することができます。バックルームに持っていくべきものはレベルの難易度により変わり、探索難易度はレベル0とレベル1が最初の探検、レベル2からレベル4が浅い探検、レベル5からレベル8が深い探検など分類されます。今回は、レベル0とレベル1の最初の探検で持っていくべきものについてご紹介していきたいと思います。まず、基本的に必要なものとしては水筒、武器、救急セットです。救急セットは、バックルームでは怪我をすることが多く、菌が感染し、おぞましいエンティティに変異することもあるので、自分はもちろん、他の人の処置をすることは必要不可欠です。また、ビタミンや抗生物質を持っていくことも良いアイディアです。武器は、凶暴なエンティティや他の人間から自分の身を守るためにとても重要です。おすすめの武器は長いナイフのようなものが良く、銃のような強力な遠距離武器は一見、良さそうですが、銃から発せられる音がエンティティにあなたの存在とどこにいるかを悟らせてしまうので、使用することは得策ではないです。水筒は、水はもちろんレベル4、5以降にあるアーモンドウォーターを保管するためにとても重要なアイテムです。特にアーモンドウォーターは、病気になるのを防ぐこともできますし、バックルーム市場で取引する組織と食べ物や武器と交換することも可能です。一見、万能に思われるアーモンドウォーターですが、熱し飲むことで副作用が生じることがあるので気をつけてください。時計は、バックルームでの時間は現実世界とは全く違う概念なので、体内の外日リズムを壊して精神崩壊につながることを防ぐために必要です。スナックは必ずしも不可欠というわけではありませんが、脳を活性化させるため常に警戒心を持って行動できます。食料がどこにあるか保証されていないバックルームで切らしてしまうとそれは死を意味します。耐久性のある服装は、たくさん歩くのが、基本的なバックルームで必要です。レベル1の配管から、有毒なガスや酸性の液体が漏れているので、ハイキングシューズ、耐久性のあるシャツ、パンツなどがおすすめです。予備の服装は、カーペットが濡れているレベル0や配管から、様々なものが漏れるレベル1で汚れた服から着替えるために必要です。用途は濡れた服装で長時間いると低体温症に、汚い服装でいるとウイルスに侵されないようにすることです。バックパックはアーモンドウォーターや他のオブジェクトを回収するのに役に立ちます。懐中電灯は明かりがないレベル1で探索するために必要があります。また、
暗闇から人を襲う光が弱点のエンティティにスマイラーの撃退もできます。革製の手袋はレベル0の床にこぼれた激痛を与えるハズレオブジェクトリキッドペインから守るために役に立ちます。顔を覆うことのできるマスクは寒さをしのげるだけでなく、エンティティや他の放浪者の顔バレを防ぐこともできます。膝肘パッドは手、足、腕、膝など曲がる部分を守るためだけではなく、エンティティにまれ感染し変異することを防ぐことができます。